さあ早速即死コンも決まってしまってリストンを撃墜していく。さあかなり厳しい状況だが、しかしこのマックというキャラ KO パンチがあるのでまだまだわからない。さあ1スト 0% 対2スト 13%。 さあ空中後ろから空中前、さあ台の上で、さあこれはマックに付き合わない。こうなると幕はかなりきついですね。9時前、さあこうやってちまちま与えるしかなくなるんですよね、リトルマック。さあ9時前から突っ込んで、クー N から DA 入って、さあこれは弱入る。さあ上から行ったが弱入ってしまって、さあ再び台の上、さあこれは降りて9時 N から DA が入って、さあこれは空中上、空中上ウェビー。さあこれはまだ撃墜はしないが、この状況きつい。さあしかし戻ってきて口前、さあこれはどう返ってくる、ウビー。さあ攻撃を与えながらしっかりと戻ってくる。さあ KO パンチが溜まったぞ。しかしこの KO パンチをこのストックで使うかどうかという、あっとジャンプキャンセル、出してジャンプキャンセルで KO パンチ出しましたがこれは当たらず。さあ吹っ飛ばして、これはもうきついでしょう、戻ってこれない。さあ 40% しか食らわずにヤマニョンがまずは一勝。さあ2本目、さあこれはね負けた方がステージを選択できるので、もちろんステージは終点かステージ。さあ壁があるステージを選択しましたね。その方がリトルマック、壁キックも使えるので潜りやすい。しかし崖にめり込みながらの復帰というのができないので、復帰を狙われることもありますが、そこをどう復帰していくかというのがポイントですね。さあこれは回り込んで弱、クチェーンからクエ、さあクチェーン、さあ強パンチ溜まってるぞ、横スマッシュ、カウンターを見て横スマッシュを叩き込む。 0% で 31%。 さあこれマックがきついぞ、せめてかなりダメージを与えた状態でバーストされたかったところですが、この 31% かなりきつい。さあ下投げから空中上からの運びで空中上入らない。しかしマック側も入らず横スマッシュを食らってしまう。さあ出し上からそうね、さあ KO パンチ溜まったぞ。さあ空中しろ、これは戻ってくるか。さあこの KO パンチいつ使っていくか。クラウドと違ってこの KO パンチはしばらく経ってから吹っ飛び、そうこうやって吹っ飛ばされると KO パンチなくなってしまうんですよね。使いどころが非常に難しい。さあこれは崖祝いはできず横スマッシュ 61%。 さあつかみが入らずしっかり見てウェビーを叩き込む。ヤマニョン選手の2連勝で、2回戦進出。スタッフいない、はい、あ落ちてる。
さあ敗者側ケントリネはケンさんの勝ちですね。さあケンさん会社側でここまで残ってるんですけど、今入った情報によると中学1年生だそうです。それでここまで登ってくる。いやー X の頃のシュートも見てるようですね。